今回のホテルは、ホテルミャッセ銀座名鉄です。ホテルに行く前に、ランチをしに日本橋にやってきました。おお、日本橋の文字が神々しいです。高島屋まで歩き、丸善の近くの路地を入ります。おお、めちゃくちゃ長い行列ができています。約2時間待ち、ディズニーもびっくりです。待っている間に注文を聞かれるので、席に着くとすぐに出てきます。目の前には、美味しいお召し上がり方が書かれています。まずは、黄身醤油を、わさびを溶いて余すことなくかけます。別皿の刺身は2切れを鯛だし、茶漬け用に残すそうな。食べてしまいたいよ。それから好きなタイミングで、鯛だしを入れてもらいます。このタイミングが難しい。全部食べちゃいたいくらいに美味しいのです。ご飯はおかわりできますが、そうするとお腹いっぱいになっちゃう。まあ、食べれちゃうんですけどね。案の定、お腹いっぱいになったところで、ホテルに向かいましょう。日本橋は、銀座とは隣同士なのです。辻藩からホテルミャッセまでは、2キロ10分くらいです。いろいろなお店を見ながら向かいます。今日は7階のお部屋です。最近のツインはくっついていますね。小さいテーブルもあって良いです。ポットもあり、お茶ができます。何気に良い、マルチアダプター。写真撮り忘れましたが、ここのお風呂は洗い場があります。ユニットバスじゃないのです。お風呂でゆったりできます。朝食派2階の銀座朝食ラボさんでいただきます。宿泊者以外も利用できるので、とても人気があります。どうせ泊まるなら、朝食付きをおすすめします。一つ一つが凝っていて美味しいです。ご飯も2種類あるので、食べ比べも体験できます。卵かけご飯が美味しいです。朝からデザートもいただけます。おすすめはもなかです。あんことバターを挟むとむちゃくちゃ美味しいです。内容は変わるかもしれませんが、ランチもやっているのでおすすめです。朝食の美味しいホテルは最強で最高ですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。